皆さん大好きな20代の女子です。結婚してくる。笑いって書いてあります。男子ですねきっと。安倍さんの国葬賛成派ですか反対派ですか。なんかこの間論破されててね、なんだか、やってる人、誰だっけ、あのひろゆき議員、広かったなあれ。ちょっとね、まあまあね、僕は何も答えません。はい、高校生でワードシャーラー買うのはおかしいですか。いや普通のことだと思いますよ。皆さん去年の6、7月頃とかあの辺にね、中学生も高校生も安倍さんから10万円いただいたと思うんですよ。その時には中学生とか高校生がみんなワールドシャーラとかステラとかアンタレス DCMD をギュッと握りしめて買いに来てました。僕は安倍さんからお金もらったんですよと言ってね、え、素晴らしい首相でしたよ、ね、もう世界最高の首相だったんじゃないでしょうか。10万円くれましたから。はい、ね、歴代の方で、首相になった方で、まあ、一番海外にも影響があって僕は思うんですけどね、いろんな国の方もこう日本の首相をこうなんか認めていたっていうかね、そういうふうにしてくれたのは多分僕は安倍さんだと思うんですよ。いや、まあ、その他の方たちでもこう、歴代で言えば多々いると思いますけども、まあ、ここ近年で言えば、まあ、そのぐらい影響力があった人っていう感じでね、もう本当に、どこのドイツだか分かんないけども、まあ、とんでもないことを、してくれやがってね。安倍さんがね10万円配ってくれたおかげで板釣りのステラとかワーシャがねいっぱい売れたの。皆さん全員安倍さんの恩恵を受けてるのよ。ねえ、本当に。さあ切り抜き動画見た皆さん、こちらの方ですね、村田はじめのオンラインサロン YouTube バージョンの方でですね流した映像、そこからこう切り抜かれたやつでございます。オンラインサロンの方ではですね、本当に一人一人のあんな疑問こんな疑問っていうのをですね直にお答えして、村田はじめちょっと楽しみたいなという方はですね、ぜひご入会をよろしく。